はい、こんばんは。牧師が一人でボソボソ話す Vlog、 今日もいい一日でしたです。久しぶりに私一人のスタイル、もうソーシャルディスタンスなのでこうなりました。ショーンもいますよ。ショーンもいます。ショーン、あら、どこ行くの？ショーン、はい、ショーンは遊びに行っちゃいました。さて、ですので、一人で話します。と、私がこんだけなんていうか誰かと一緒に映らないっていうのは久しぶりなんですけど、岡山市の感染状況がまさに感染爆発っていう感じで、1週間ごとにカウントしてるんですけど、先週から前の週とこの1週間で 200% 増えたんですね。1週間の合計人数が岡山市です。で、その前の週からも 200% なので、2週間で 400% 増えたんですよ。で、全くその勢いが止まらないという感じなので、まさに爆発ですね。今日岡山はステージ4、そしてまん延防止のそういう申請を国に出したところですね。香川県もね、合わせて出しましたけど、変異株が増えているということで、この先もこの先今までのものとはだいぶ違う状態になってきました。だいたい去年から予想の範囲内に収まってた動向でしたけど、今回だけは、第4波だけは予想を超えた速度です。残念ながら行政もそうだと思うんですが、いろんなことが多分皆さん気持ちが追いついてない状態で対応に追われているところも多くあるかと思います。というのはもう全部さておき、今日話したいのは、私たちの限られた資産、エネルギーとか、それを無駄遣いしてはならないということを話します。とか言いながら、ここにもゼルダの伝説が流れている時点で、お前どんだけ無駄遣いしてるんだって話したんですけれども、ちょっと内容は違うんですね。私たちが、特にこういう、非常な事態とかで今持っているものをどのように生かすかっていうことがとっても大切になってますよね。時間とか体力とかで、私たち何か取り組むべき課題があるあったり、戦うべき相手がいたりとか、非常に大きなミッション、使命、やるべきことがあったりして、それぞれ大変です。そういう時に、その持っているものを十分にこう集中して使いたいんですけど、その時に私たちが別のことにこのエネルギーを使う、そのなんかこうオイル漏れとか燃料漏れみたいな感じで別のことに力を使うっていうのは大変もったいないことですが、往々にしてこれが無駄遣いになるよなっていうことがあって、それが比較ですね。他者との比較、他の人と比べて勝つか負けるか、誰がこの中で一番なのか、順位はどうなのか、あの人に比べて自分は勝ってるのか負けてるのか、この中では自分がトップだなとか、そういう評価とか比較とか競争とかっていうエネルギーはめちゃくちゃ無駄ですね。そのせいで疲れなくていいところで疲れちゃうわけですよ。よそ見なんかしなくていいのに、神様と自分の間で与えられた目の前の道筋に心を砕けばいいのに、横を向いて、ね、いたらですね、その分いらない力いっぱい使うわけですね。見たことありませんよね。陸上の選手で短距離走とかですね、横向いて走ってる人いないでしょ。こうやって走りは後ろに向いていないし、みんな行くべき道筋、自分の走るべきところを見て走っている、一心に前に向かって進むわけです。それでいいんだっていうことですよね。どんなことが、いろんなことが起こってくるときに、その時に他者との比較をするかどうか、競争心を持つかどうか、これですごくこう自分の道がまっすぐじゃなくなっていくっていうことがよくあります。最近思ったのは、聖書を読んでいて、サムエル記でダビデっていう素晴らしい若者が出てくるんですが、そのダビデがゴリアテを倒すっていうね、巨人ゴリアテを
少年ダビデが倒すっていう、まあちょっとこう映画になりそうなシーンがあるんですけれども、その瞬間に、イスラエルの王であったサウルと王子のヨナタン、王と王子、その親子が出てくるんですが、2人ともそのダビデを見た瞬間に、こいつはすごいぞと、ぞっこん惚れ込むわけですね。しかしその時に、ヨナタンの方はダビデを愛したんですね。そして友情を持ちます。神様がそのように友情を与えてくださるんですけど、ヨナタンはダビデという人物を友と考え尊敬しました。ですからヨナタンは立場的にはですね、若者同士、そしてまたダビデがここまで素晴らしい若者だったらいつか自分の立場を脅かすかもしれないとかっていう、そういうことは考えないわけですね。ただもう心からダビデを喜ぶという比べない清々しさがそこにあります。しかし王様のサウルはダビデが欲しいと、自分の手元に置きたいという、ダビデを自分の持ち物、自分の自慢の家来にしたかったんです。けれどもその発想だとどうなるかというと、どこまで行っても自分が中心で、その自分が上に立つ、自分が力を持つために人を利用すると、そういう発想の次に来るのが競争なんですね。ダビデがどんどんとこの将軍として力をつけ、戦いに出れば勝ってくる、人々がダビデを褒める、するとサウルはだんだんダビデを恐れるようになるんですね。こいつは自分を任すんじゃないかと、私の王位をこの人が奪うんじゃないかと、そういう感じ、そして強い妬みの気持ちを持つわけですね。民衆がダビデを称えている、自分の人気がこっちに行ってしまうということで、ヨナタンは何にもストレスないんですけど、サウルはストレスの塊になり、そしてついにはダビデの命を狙おうとし、それがかえって自分の足元を救うことになり、民の信頼をますます失っていき、ついには本当にダビデに王位が譲られていくわけです。そのような聖書の出来事を読む中で、同じ人を見ても見方によってこんなにも変わってくるんだなと、競争したり比較したりしないで素直にその相手を喜ぶことができれば、自分自身もまた歩みにおいて道をたがう、道を待ちることはないと。けれどもあなたは素晴らしいで終わらずに、その素晴らしさをくれとかですね、その素晴らしさが妬ましいとかですね、そういう競争になっていくときに自分自身の歩き方も分からなくなっていく。私の中にもきっと張り合う気持ち、競争する気持ちがあるだと思います。そしてその上に立つぞとかね、自分は一番だとかってことを誇示したいっていう、そういう気持ちって人間ならみんなあると思うんです。しかしそれが本当に妨げになる、邪魔になる場合が多いですよね。特に今こういう社会全体が不安の中に、みんなが問題に直面しているような時にこそ、私たちは持っているものを良いことのために、自分にストレスを与えない生き方をし、そのゆとりを持って誰かを支えていきたいんですよ。なのに、比較したり競争したりするストレスを抱え自分が疲れてしまえば、人を助けることができない、助け合うことができないということで、今ですね、改めて自分たちがこれから歩んでいく今の時代をどう歩むかということにおいて、一番先に捨てたいもの、それは競争、比較、勝負、そういったものを捨てること、そして身軽になって気持ちよく走る、共に走る、それができたらなということを思いました。あれ、なんか真面目なこと話してしまったけど、まあふざけたこと話すのは次回からということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。あとリハビリですね。一人でやるブログ久しぶりなんで、いつもこうね、あかりちゃんとかいてくれたんで、なんかこうお話ししといてもらったらよかったんですけども、これからはしばらくは私一人が映ることになるかもしれませんので、よろしくお願いします。あなたにキリストの祝福がありますように。